あの椅子は、木戸高広、村田幸、藤原、歌花、吉川正によって結成された日本のインストバンド。メンバーのソロプロジェクトである、高広木戸や、雪村田に加え、ディルフ、フィルムズ、水ははマ,マッケオ、クルーなどのサイドプロジェクトも持つ。2006年、ボストンのインポータントレコーズより、クラシック、ロック、電子音楽などに影響を受けた。 音楽性を特徴とする、ファーストアルバム、レミングスでデビュー。2008年、音楽レーベル、制作プロダクションリコレーベルを設立。2012年には、欧米の音楽メディアに年間、ベストアルバムスに選出されるなど、高評価を得た、サードアルバム、ザ・ブラック・レインを、リコレーベル、インポータント・レコーズ、フラワーズ・ブロッサム・イン・ザ・スペースより、全世界リリース。二千十五年、 ホースアルバム、イントゥーザ・シャドウズをリリース。毎年、ヨーロッパとアジアを中心にライブツアーも行っている。2019年5月には、ニューシングルを3週連続でリリースし、8月にはサード、ルバム、ザ・ブラック・クレインのその後の世界を描いたフィフスのアルバム、ゴースト・イン・ザ・クロックスをリリース。2021年9月には、画家、岡田久子の描く17枚の森の絵から、 インスピレーションを得て制作された17曲を収録した6スのアルバムザ・ヒドゥン・フォレストをリリース。また、アノイスはメンバーの組み合わせを変えたり、外部の演奏家とコラボレーションすることで下記のようなソロ、バンド、ユニット名義も持ち、多くの作品をリリースしている。高広軌道、雪村タリルフ・フィルムズ・ミズ・アマーネ・マッケをクルー加えて、アノイス、及び各メンバーは、 国内外の様々な企業の CM 音楽制作を担当。また、遠藤翔太郎監督、知識時ワンダーランドやキャン・イベジン監督、オリビエ・ザム、デジタル・プロバーカ・トゥアや、ロビン・ベイン監督の映画、ガール・ロスト、エイ・ハリウッド・ストーリーなどの映画、及び、NHK、自閉症の君が教えてくれたことやワウワウ、ダブル・ファンタジーなどのテレビ番組の音楽を手掛け、 ベネチア国際映画祭短編映画、イタリア賞、文化庁芸術祭、クールジャパンマッチングフォーラム、日本映画批評家大賞など、国内外のイベントで受賞。アノイスが要する二人の作曲家である、木戸隆博と村田幸自身も札幌国際映画祭にて、最優秀作曲歌唱を受賞している。アノイス隆弘木戸、雪村田リルフフィルムズマッケを狂うアノイス隆弘木戸。 雪村タリルフアノイス雪村タリルフフィルムズミズ天野高弘紀導アノイス高弘紀導雪村たありがとうございます。